です。今回はですね、インスタのリール機能の使い方についてですね、インスタ集客の専門家、そしてですね、設立2年半でですね、累計6億以上売り上げた弊社がですね、徹底的に解説をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、最後に見ていただければと思います。で、まずですね、インスタグラムのリールって何のかって話なんですけども、15秒から30秒程度の短尺のですね、動画をまあ共有できる機能ですと。で、縦型動画が主ですね。まあ、イメージとしてはですね、どんな感じかっていうのをちょっとお見せをさせていただくとですね、まあ、実際ね、インスタグラムの、まあ、これは僕のアプリを開いていただいて、まあ、これがね、僕の運用している1個のアカウントになるんですけども、まあ、ここのね、いわゆるこういうやつですね。まあ、こういう、縦型の動画。まあ、大体僕も10秒以内のですね、まあ、こういう動画をアップしたりとかしてるんですけども、まあ、こういう旅行先の動画とかですね。まあ、あとは本当に文字入れのね、縦型動画とかにも全然ありだとは思うんですけど、まあ、こういう動画ですと。で、基本的にこのリールってのは、ストーリーと何が違うのか。まあ、実はね、インスタのストーリー機能ってのもあるわけなんですね。で、これは24時間で消える魔法の動画と言われておりまして、まあ、いわゆるですね、インスタグラム実際ストーリーとかで言うと、まあ、こういうやつですね。よくこういう風に皆さんがいつも見るような形のストーリーになります。まあ、ここのね、アイコンをクリックしていただくと、こういうストーリーが見れるみたいな。まあ、これ24時間で消えてしまうんですけども、これとの違いっていうのをね、説明していくと、何が違うかっていうと、まず、ストーリーっていうのは拡散性っていうのがほとんどないということになりますので、まあ、アップすることによってメリットとしては、既存のフォロワーの人たちに対して自分自身の接触回数を高めていったりとか、そこでコミュニケーションを取っていくっていう役割と主に使っていくのはストーリー。で、逆にリールとストーリーってパッと見はね、ほぼ同じなんですよ。ただ、リールの場合っていうのは、拡散力があるんですよ。だから、どうせ動画をやるんだったら、リールでもアップした方がいいよねっていうところがポイントになるので、まあ、基本的にリールでアップした動画をストーリーでも共有していくってやることによって、まあ、一つの動画でね、2倍美味しい。しかも拡散性があって、リールをやることによって、実際にね、まあ、おすすめに表示をされたりとかして、そこから新規流入が入ってくる。いわゆる集客効果が非常に高いよってことなんですね。で、実際にその使い方を見てみましょうということなんですけども、まあ、例えばですね、インスタグラムで、実際にリールのアップの仕方っていうのは、まあ、例えばこのプラスマークね、押していただいて、まあ、ここの、リールっていうところね、クリックしていただくと、例えば、過去にじゃあこの動画ね、じゃあ例えば僕は今アマン東京ね、スイートに泊まってるんですけど、じゃあこの動画をじゃあアップしましょうって言ったら、これをまあ追加して、で、基本的にね、まあ、プレビューっていう形で、まあ、シェアをすると、まあ、リールが投稿される。で、基本的に、シェアしたリールっていうのはですね、まあ、投稿に、表示をね、される形になりますので、まあ、ここにね、アーカイブに残ります。で、これを実際にクリックして、この矢印マーク、紙飛行機マークから、まあ、ストーリーにリールを動画をシェアってやると、まあ、リールをね、アップすることによって、ここからね、新規の流入も入ってきて、さらに、ストーリーでも、コミュニケーションを取ることができるということになります。で、なんでね、リールがここまでいいのかっていうと、リールでアップした動画っていうのは、このいわゆるね、おすすめ欄にですね、いわゆるその、例えば猫系のアカウントとかもそうなんですけども、この虫眼鏡マークを押すとですね、あなたへのおすすめっていう一覧が出てくるんですね、この虫眼鏡マーク。で、ここのおすすめのですね、一覧に皆さんのですね、まあ、投稿っていうのがリールを載せるとですね、結構やっぱ大々的に載せやすくなる。で、さらに言うとリールっていうのは普通の投稿よりも、これちょっと大きめ表示してくれたりするんですね。なので、そこから新規の流入が入ってきて、例えば、この投稿をクリックした人が、あ、この人いいなと思って、ここでまあフォローしようと言って、まあ、フォロワーが増えていくというような流れになるので、拡散機能が今までね、インスタグラムではなかったのが、このリール機能が登場したことによってですね、拡散されると。で、ポイントとしてはリールもね、ハッシュタグやっぱちゃんとつけてあげるっていうのがポイントで、まあ、基本的にはまあ投稿と同じような要領で、マックス15個でですね、つけてあげるのがいいんですけど、たまにね、上位トップ3だけですね、ちょっと英語の表記、例えば旅行だったらトリップとかですね、そういった英語のハッシュタグもね、15個のうち2、3個ぐらい混ぜてあげるとですね、まあ、結構その再生回数が海外の人とかもそれを視聴してくれて上がって、よりね、人気の投稿に乗りやすくなったりとかっていうことがね、あったりしますので、まずにね、そのハッシュタグは必ず、コメント欄に入れてあげながらですね、ストーリーのリールっていうのもですね、定期的に投稿していくっていうのをね、やっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに僕の場合はですね、こういった投稿リール、投稿リール、文字投稿リールでずっと交互に網目状にね、ずっと投稿、しているんですけど、これでそういうまあ5ヶ月ぐらいで1万フォロワーぐらいまでね、伸びているので、まずにね、参考になったよという方はですね、いいねボタン、チャンネル登録、また概要欄から LINE でお友達になって、こちらプレゼントゲットしてみてください。それではね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。